こんにちは、クリッカーリンハイです。国内主要レースの中で先陣を切って開幕したピレリスーパー耐久シリーズ2019、3月23日、24日に鈴鹿サーキットで開催される鈴鹿春の陣は5時間のフォーマットで行われます。今年のスーパー耐久は様々な新型マシンが導入され、ひときわ話題の多い開幕戦となっていますが、その中でも最大の注目は D ステーションレーシングが導入したアストンマーチンの新型 GT3 マシン、バンテージ AMR GT3 ではないでしょうか。去年のルマン24時間レースの際に発表され、10月からデリバリーが開始されているバンテージ AMR GT3。これまでのアストンマーチンの GT3 マシンといえば V12 エンジンのイメージが強いですが、 AMR GT3 では4リッターの V8 ターボエンジンが搭載されています。4リッターとはいえ V8 エンジンだと大型のものを想像しがちですが、ボンネットを外した状態を眺めてみると、そこにあるのは大きなカーボンダクトとラジエーターやオイルクーラーなどの冷却系パーツばかり。エンジンはどこ？探してみるとフロントの車軸のかなり後方にエンジンがマウントされています。フロントミッドシップというレイアウトとなりますが、その中でもかなり後方に位置していることがお分かりいただけると思います。またペダルの位置からも分かるように、エンジンの配置のためにコックピットもかなり後方に配置されます。ボンネットを外した状態でもはっきりと分かる極端なワイド&ロー、見た目からして速そうなイメージを醸し出しています。もう一つ驚くべきは、スーパー耐久の B ドライバーとしてアストンマーチンワークスドライバーのダレン・ターナー選手が走ること。バンテージ AMR GT3 のワールドデビューレースともいえるアブダビのガルフ12時間レースでいきなり4位となったドライバーで、アストンマーチンワークスドライバーのエースともいえる存在。そんなターナー選手が走るということで、アストンマーチンが日本のモータースポーツにかける意気込み、本気度がお分かりいただけるでしょうか。スーパー GT にもアストンマーチンバンテージ AMR GT3 は7号車として登録されていますが、スーパー耐久の777号車とは別の個体です。つまりそれぞれのカテゴリーで頂点を目指していこうというのです。そんな本気をスーパー GT よりも一足先に見ることができる幸運。ピレリスーパー耐久レースが世界に認知されだしたことの証左ではないでしょうか。